皆さんこんにちは、チャンネルライダーヒルでございます。本日も仮面ライダーの新しいおもちゃ商品紹介レビューしていきたいなと思います。本日ね紹介させていただくのは魂ゲスト2022で、開催記念商品として販売された SHP ギャツ新古調整法仮面ライダー91号の、紹介でございます。開催記念商品ということでオーバースリーブがついているんですよね。いつもの新古調のパッケージと違うじゃないかと思う方いるかもしれませんが、開催記念商品ということでボーナスでこのようについているようです。まずねオーバースリーブについては、正面このように91号がつっていて、横はこのようにそれぞれ写っているようです。さあこのねオーバースリーブを取ると、見慣れたいつもの新古調整法のフォントの箱が出てきます。このようになっておりますね。こちら915のマスクが大きく写っております。横にはマスクドライダー版、反対もマスクドライダー版ですね。で反対はこのようにサンプルポージング等が、しっかり描かれております。ということで、中身の方しっかり見ていきたいなと思います。ナッキの方にもねこちら、取説の方もしっかり入っております。そして、まずね本体でございます。ようやく出会うことができました。はい、いろいろちょっとねありましたよね。それについては後で話すんで長かったです。彼に絶対会いたいと思っていたんでとりあえず一安心よかったというところで、目の前で見ると本当にやっぱりねドキドキしてきますね。すごくかっこいいですね。付属品の方も確認していきましょう。予備用の触覚がしっかりついております。そして、こちら、あれなんでタイフーンがあるのって皆さん思うかもしれませんが、こちらね、バイク乗るとき用の差し替えの、パーツらしいです。っていうのは、前かがみになったときに、ベルトの厚みでなかなか乗れないということがあるみたいなんで、そのための差し替えパーツのようですが、昔発売された旧サイクロンに、この進行調整法の1号はどうやら乗せにくいようなんです。なんで、リニューアルしてしっかり販売してくれないと困るなという部分もあるんで、それについてもね今後どうなるんだろうという期待も込めた、ね、追加パーツなのかななんて思ったりもしておりますが、手首の方はいつものね、このポーズするとき用の開き手、そして、戦闘するときにね91号がよくやってたこんな感じのポーズをするためのポーズ手首、そして、普通の開き手っぽいのと、あと武器持ち手ですね、こちらもついております。さて、付属品の方確認できましたので、それではね本体開けてみていきたいなと思います。はい、ということでね、開封させていただきました本体でございます。それではねしっかり全体見ていきたいなと思います。まずはマスク、こちらね非常にこのカラーリングがリアリティあるなって個人的には思いました。っていうのはね本当にねこのちょっと表現しにくいようなこのグリーンというべきなのかブルーというべきなのかっていう難しいこのカラーリング、非常にリアルに、再現できてるんじゃないかなと思います。後ろの髪の毛の部分もしっかりね出てる感じ、そしてねちょっと見える首元のこの肌色、こちらもしっかり表現できております。またねこのマスクの顎側の部分のカラーリングもよくできてるんじゃないかなと個人的には思います。こうちょっと等身見た時にちょっとマスクがでっかいのかななんて写真を見たりしてる時思ったりもしたんですが、まあ実物を見てみると多少はそう感じるかもしれませんが、思ったよりは違和感感じませんでした。まあ強いて言うならなんて言うんでしょう、シーンごとに915ってもう顎とかもよくずれたりしてたんで、そのなんて言うんでしょう、不完全感というかデザインのそういう部分があったりしたので、ここに顎部分に多少可動があってもよかったのかななんて個人的には思ったりもします。それでねこの胸の部分、このコンバーターラングの部分ですが、すごくリアルですね。これはすごいなと思いました。本当にこう立ってる感じ、915編はね藤岡弘さんが本当にスタントをされてたということなんで、新1号とか桜島1号とは違った華奢な感じはしっかり表現できております。すごいですねスタイリングの違い、これはさすがとしか言いようがないです。後ろの部分もカラーリングよくできてますね。またね今回このマフラーなんと布になっております。首周りのところは、造形なんですが、ここからね針金が出ていて、布のマフラーになっているんですがね、思ったよりこうなんて言うんでしょう、マフラーらしくこうシワをつける感じがちょっと難しくて、癖がつくまではちょっとなんて言うんでしょう、まあ、フィギュアの布感が出てしまうというか、そういう部分は拭えないのかななんて思ったりもしますが、まあ、使っていけば少しずつ癖が出てくるのかなと、癖がそのリアルさを生んでくれるのかななんて思うので、まあ、しっかり遊んでいこうかなと個人的には思っております。またねこのコンバーターラングの間のこのチャックの部分、銀の細い部分しっかりと刺されています。これすごいですね、この部分リアリティがあります。
腕周りも、このようにしっかり、上に上げることができます。面白いですね、この関節構造。昔のライダーってこう肩アーマーとかもなかったりするんで、どういう風な処理をされるんだろうというふうに思ってたんですが、このようにねしっかり上がって動きやすく表現されてるんだって、こういう風にね、スタイルを崩さない、肩の表現っていうのは、私も非常に驚きました。よくできていますね。そしてこの腕の部分、個人的にすごくびっくりしたポイントです。ブーツのこの内側まではこのブルーというか変わったこのカラーリングはね塗装されてないみたいなんですよ。でその部分を見てください。この白の部分あえて塗装しないでリアルに再現されてるんですよね。ここはねポイント高いんじゃないかなと個人的には思いました。素晴らしいです。この手首の部分もね確かにこんな感じだったんで、リアリティのあるように表現できてるんじゃないかなと、見てて思いました。そしてね台風の部分、新1号とかとは違う造形なんですよね。新1号とかになってくるともっと綺麗なんですが、風車がやっぱ大きい感じとかもしっかり、今回ね新規造形でリアルに表現できているようです。またベルト周りの部分は軟質パーツなので非常に柔らかく、戦ってる時のポージングさせやすいですね。下半身周りも、当時の藤岡弘さんの、体格をよく再現できてるんじゃないかなと。このシワの感じとかもすごいですね。よく表現できてると思います。ブーツ部分も非常にリアルでよく動きます。通常の SH フィギュアと進行調整方形と変わらずしっかり動きますね。はい、まあいくつかポージングをしていこうかなと思います。はい、やっぱり、まず一つ目はこの代表的なポーズですね。この91号の時の構えのポーズ、こちらの方ねやらせていただきました。やっぱり SHP やつこのポーズでかっこよく飾れないとなっていう部分が一つあったと思うので、しっかりね、こういう風に腕をね前に上げていくポーニングも、このコンバーダーラングが非常にね柔らかい軟質パーツでできておりますので、グッとなって、当時のスーツと非常に近いような感触の動きをしてくれるんで、リアルに、ポージングすることができます。かっこいいですね。この角度とかいいですね。いややっぱ915かっこいいですね。はい、他にもね印象的なポーズとしては、はい、こちらのポージングですね。あれこれ2号なんじゃないのって思ったりもするんですが、915自体このようなポージングも、やっておりました。なんでね、このポージングやらせていただいたんですけど、やっぱかっこいいですね。何でも似合いますね。ポーズどうですか、結構リアルじゃないですか。こう見るといいですよね。かっこよく決まっております。いやよかった、915手に入って本当に安心してます。いやこう全体見てもね、こう進行調整法いかにすごいんだなっていうのをこうポージングをつけるとより、分かるんじゃないかなと、個人的には、皆さん伝わるんじゃないかなとこう見ながら思っております。かっこいいですね。はい、一応ねこれで、進行調整法カメライダー915、紹介させていただきました。紹介させていただいたところでね、やっぱり、一つお話ししなければならないことはありますよね。この SHP アーツ91号にあたって非常に当時、問題になりましたよね。それについてね、改めて私のこう手元に無事に当たって到着したのですが、思うところがたくさんあるんで、それはね動画にしていこうかなと思っております。ここからはねレビューではなく、私のこの91号に対する思いとか、商品化に対しての、思いとか、そういう部分にちょっとシフトして、最後お話しさせていただこうかなと思っております。皆さんもご存知の通り、この SHP 圧進行調整法仮面ライダー91号に関しては、魂レッスン2022ですね、こちら書いてあるロゴの通り、こちらで開催記念抽選販売商品となったんです。何か違和感を感じる方も多いかと思うんですが、この仮面ライダー91号というよりはこの仮面ライダーですよね。うん、一番最初に、主役を飾って1話から13話までの姿で、仮面ライダーの最初、まあいわば仮面ライダーの全ての始まりの、仮面ライダーを抽選販売にしたんですよね。こう SHP アーツも2008年から長い歴史でね仮面ライダーシリーズのフィギュアを出していってると思うんですが、まさかね抽選販売という形でこの初代の仮面ライダーを商品化してしまうっていうのは非常に私当時違和感を覚えたというか、まあかなりね怒りというかそういう部分もありました。
一応確定で手に入る方法もありまして、当時それは、魂クラブメンバーズっていう、魂ウェブの商品を買っている方が、なんて言うんでしょう、まあランク制で分けられると言ったらいいんでしょうか。何円分買った人はこのステージ、何円分買った人はこのステージとかいうふうに、ランク振り分けのランクの上位の人たちは、先着で確定で購入できますよっていうのをやっているんですよ。で、確定枠もあるんだ、じゃあ大丈夫じゃんって思うかもしれないんですが、ここが非常に問題があって、私あの前振りとして言わせていただきますけど、このランク制に関しては別に文句はありません。ただです、あのね、仮面ライダーの商品の魂ウェブを1年間すべて買っても、この91号が確定で買えるこの26万円ぐらいのラインですかね、には到達しないんですよね。つまり確定で買うにはどうしたらいいかっていうと、他の魂ウェブの興味のない作品のものとかも買って26万円に届くようにしなきゃいけないんですよ。それっていかがなものなのかなと思ったりするわけですよね。逆に言えば他の作品、どんなものが商品化されてるか覚えてないんですけど、ガンダムとかかな、ウルトラマンとかかな、そういうやつとかも、欲しい人と買うためには26万円の分の、その興味のあるもの以外を買わなきゃいけないという、なんともこう不可解なシステムというか、そういうものが搭載されていて、結果的にすごい値段で転売されてしまいました。これが何を意味するかというと、仮面ライダー以外も魂ウェブには商品がたくさんあって、そういう上位ランクの方たちが、実際に、91号先着で買って売っちゃったんですよね、高い値段で。興味のない人たちも買っちゃって、それで品薄になってしまう、品薄というか、上位ランクの人たちが売ってしまったことで、余計に91号をなんでこういう売り方にしてしまったんだっていう火種になってしまったんですよね。もちろんね、頑張って購入された方もいると思うんですけど、明らかに出品数が、多かったです。もう売るために買ってるんだなっていう風に見えて、すごく悲しかったです。まあもちろんね、そのガンダムも好きだし、ウルトラマンも好きだしみたいな、いっぱい好きで到達したという方もいると思うんですけど、私個人としてはやっぱり、ね、欲しくないものを買っても悪い言い方すれば売るしかないじゃないですか。なんでね、バンダイスピリッツがこう転売を助長してしまってるんじゃないかなっていう部分も少しあるんじゃないかなと思って、すごくそこは憤りを感じて、私チャンネルアイダヒロ名義で、正式にお問い合わせをさせていただいたんですよ。買えないからというわけではなく、こういう形で商品化するのも間違えてるし、で、こうランク制にするのは構わないけど、仮面ライダーだけが欲しい人が他のものを買って結果的にそれを売ってしまったら転売にもなるし、それは転売を助長していることにもなるんじゃないですか。そのランクシステムをもうちょっと見直す、仮面ライダーだけ、たくさん買っている人は90号を買えるとか、そういうシステムを搭載しないと、結果的に転売するために買う人が買いやすい環境、転売するためだけに、買う人だけが総なめしてしまう状況にもなってしまうと思うから、いろんな策を講じて、確定で買えるようにもしてほしいなという思いも込めてね、いろいろ連絡入れたら個別で返事が返ってきまして、決まった文章ではなく、いろいろ、思うところもあったんですが、結果的に、最後の最後、一般の抽選販売、結局抽選販売だったんですよ、91が。で、私はなんとか当たったんですけど、その最後の最後で。まあぶっちゃけ言うと、これ91号当たんなかったら、俺 SHP やつ集めるのやめようと思ってました。もうほんとそれぐらいです。それぐらい重要なライダーを抽選販売にしてしまったっていうことに関しては、やっぱりバンダイスピリッツのその今回の担当者の方はかなり、反省すべきポイントなんじゃないかなと思います。私なんかもほんと初期の2008年からずっと集めてる身なんで、そんな人がやめようと思うくらいの、販売方法だったんで、まあ、辞めた人もいたんじゃないですか。私は思います。その人の辞めた方もいるでしょうし、辞めた人の気持ちも痛いほどわかります。もう辞めても当然かなと思いました。本当に当たんなかったら、もう、まあ、言い方悪いですけど、全部売っ払ってしまうか、もう、いいやつ辞めよう。魂ウェブ辞めようって思ってました。それぐらいの、衝撃度のある、販売方法だったので。
私本当に SHP やつ初期から愛しています。もう歴代で一番悪い売り方だったと、個人的にも記憶の中では間違いなくそうだったと思っております。まあね、ちょっと前ぐらいからこう新古茶のディエンドがこうね記念販売になってるあたりぐらいから、なんでこう正式な2号ライダーがこういうイベント限定のキャラクターになるんだろうっていう違和感をすごく覚えてたんですけど、そういう部分もね、SH フィギュアーズを作ってくれてるものは素晴らしいんで、販売方法、そして魂ネーションで抽選販売にするのであれば、抽選販売にこれはするべきキャラクターなんだろうか、全員に行き届くべきキャラクターを抽選販売にするのを絶対やめた方がいいんじゃないかなっていう部分をしっかり考えてほしいなって個人的には思いました。本当に思うところをもう上げようと思えば何とも言えるんですけど、とにかく思いとしてはこの915みんなに行き渡ってほしかった、心の底からそう思ってるんで、非常に納得していない販売方法です。本当に心の底から今回はバンダイスピリッツさん間違いだったんじゃないかなと私は本当に思っております。なんでね、こんな過ちがね今後起こらないことを心の底から願っております。気をつけてほしいなっていうお話でした。はい、すいません、最後に、このような話をして、でもね、いつかもしこれ当たった時に、動画する時必ずこういう話をしなきゃなとは思ってたんで、こう思ってる方もたくさんいたと思うんでね、今回動画させていただきました。こんな過ちが二度とないように、もうこれ以上 SH フィギュアズのファンを減らさないようにね、間口を広げてたくさんの人に行き届くように、時間をかけてでもね、2時中、3時中、3時中、4時中みたいな感じでも全然ゆっくりで構わないからっていうふうに本当思うんで、こういうね間違えた商品販売方法をぜひやめてほしいなと心の底から思っておりますということでね、本日の動画は以上とさせていただきます。本日の動画よろしければチャンネル登録、サムズアップの方よろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。Ciao!